ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は1972年4月3日、新潟市体育館ジャイアントババ NET テレビに登場、日本テレビが解禁報道、しかしについて触れてまいります。 NET 側のスターレスラーであったアントニオ猪木が日本プロレスから除名されたことにより、 NET 側は日本プロレスに対して異議申し立てを行います。これを受け日本プロレスは4月からジャイアントババを NET に持たすことを発表します。一部報道で日本テレビがプロレス界発展のためこれを承認したとも発表されました。 NET 初放送はババの故郷新潟からババ坂口対マードックマイティブルータスという試合でした。しかしこの放送が日本プロレス崩壊の大きなきっかけとなったのです。